加古川市は今日民間企業3社と覚書を交わし認知症高齢者の行方不明を家族に知らせるための実証実験を始めると発表しましたこれは加古川市が進めてきた子どもの位置情報が確認できるサービスを活用し認知機能が低下した高齢者の見守りにつなげようというものです市では一昨年から 子どもが持つタグを検知し、居場所を確認するための防犯カメラ1475台を通学路を中心に設置し、見守りサービスとして、子どもの位置情報を保護者のスマートフォンなどに提供してきました実証実験では、高齢者の行動分析を行う民間企業などと連携し、65歳以上の市民にタグを配布して、この見守りサービスで行動を分析。 軽度の認知また新たなその住民に還元ができるサービスがあの開発できればなというふうに思っているところですこの実証実験は来年3月まで行われる予定です。